はい、皆さんこんにちは。榊アトシでございます。10月3日月曜日、もうすぐ6時ですね。もう外は真っ暗暗になりました。もうちょっとしたらですね、ノーベル賞が発表されるみたいですね。どうなるのか、まあ今日から3日間がサイエンス、今日は生物生理学賞でしょうかね。はい、サイエンスで、その後文学平和ですか。まあまあ、さて、ですね、最近中国人がね、日本のマンション不動産を爆買いしてるというような話がですね、一部朝日新聞にですね載ったことがですね、ちょっとセンセーションを巻き起こしましてですね、なんと言いますかね、それをネタに私テレビ呼ばれて喋りましたし、どうでしょうね、某メジャーなメディアから原稿書いてくれって言われる。あのね、原稿依頼をね断るってことはめったにないんですけど、断りました。なぜかというと知らんもん。実例をね 2,3 自分が知ってるなら書きますよ。で、聞けるんであれば書きますよ。実例を私が電話して誰かに聞いてどうなんとか言うたら、でもですね、聞いたんですよ実は、いろいろと。でも知らんって言われたんですよ。そんな動きないでって言われて、ほんで言うほどじゃないでって言われて、ふーんって言って、結局ちょっとこれ、まさかね作るわけにいかんのでね、断りますって断ったんです。で、まあそんな動きがあればね、アンテナ張ってね、こうあれなんていうかね、原稿にしようと思ってるんですけど、なかなか来ない。さて、ですね、産経新聞を見てますとこんなん出てます。今日の12時27分、米国の農地を爆買いする中国というタイトルでして、ちょっと読んでいきましょうか。中国資本による土地の爆買いへの警戒が強まっているのは日本だけではない。米中西部ノースダコタ州で中国企業が農地300エーカーを購入したところ、地元のみならずワシントンを巻き込んだ論争に発展している。あのね、ノースダコタってね、アメリカ一田舎のところですよ。まあええけど、別にええや、200エー、300エーカーぐらい売ってあげたら。中国山東省に拠点を置く食品メーカー、不法集団はトウモロコシ加工工場を建設する計画で、現地の市長らは雇用創出に期待する。しかし予定地はグランドフォークス空軍基地まで19キロと近くて、別に近ないやん。見えへんやん19キロやったら。米軍関係者からは安全保障上の懸念を指摘する声も。とその空路に入ってるんであればね、まずいですね。データ取られますから。香港市によると、中国資本が保有する米国の農地は2020年までの10年間で25倍超に増えた。食料安全保障の観点から米議会では中国企業などによる農業への投資を禁止する法案も審議されている。まあそれは禁止した方がいいかも分かりませんね。あいつらすぐずるいことやりますからね、ほんまに。中国政府は国家安全概念の拡大と国家権力の乱用だと反発した。だからスパイ罪などの国家安全危害罪を乱用して16人もの日本人を拘束したのは中国当局に他ならない。世界からの不信は自ら蒔いた種だということで、この記事は終わっています。まあ今ね、アメリカ人たちって中国に対する見方がものすごい厳しいんですよ。日本人の想像以上ではないかと思います。日本も厳しいですよね。ところがアメリカってね、なんていうかこう、あいつら単純でしょ。いったこいつは敵やと思ったらね、もうね、そんなに簡単に覆らないんですよ。まあ、日本は長らくですね、どうでしょうね、1920年代ぐらいから日本は敵やとずっと思われてきて、それが味方やなと、フレンドリーであるというふうに思われたのはせいぜい1980年代ぐらいからちゃいますか。80年代90年代ぐらいからは日本はフレンドリーな国やと、要は味方ということですね。こうフレンドリーって友達とかそんなんじゃありますよ。味方というアメリカの味方である。
それ以前ですね、1990年ぐらいまで、2000年ぐらいまでかな、以前は中国の方がアメリカの味方やというふうにアメリカ人は思っていたんですよ。ところがこう近年ガラッと変わって日本は日本はフレンドリーであって、中国はエネミーであるというふうに変わってきました。で彼らって一旦ね、そういうふうに、固定観念を作るとそう簡単に覆りませんよ。だからで中国はまた中国でね、あのよっしゃええのに、なんかこう世界で嫌われるようなことばっかりやってるでしょであのスパイしてみたり盗んでみたりとか、ルール守らへんかったりとか、ずるいことやってみたりとか、でどんどんイメージが悪くなってるんですね、世界で。でそんな中でですね、まあこれだけ見たらね、ノースダコタで300ヘクタールの土地なんか買わしたるよと思うんですけどまあその今のアメリカ人からするとものすごい警戒感を持って見られているでしょうね。でまた一方中国はですね、ものすごい食料に対するですね危機感を持ってるんですよ。というのは中国、今中国の食料自給率というものが急速に低下しています。なんでかというと、まあ、日本と一緒ですよ、田んぼや畑をですね、どんどんこうあのマンションに変えていったわけですよでしかもなんていうか、向こうってものすごい基準緩いし、その基準決めても賄賂渡したら何でも OK で、工場排水なんかがどんどん垂れ流しになって、田んぼや畑がだいぶ汚染されたらしいんですね。でそれでもって、人は増えてるわけであって、まあ、ちょっと減り始めましたけどね最近が自給ができなくなってる、自給率がどんどん低くなってるんです。で今世界とですね対立してるでしょ。でロシアがそうなようにですね、中国がですね台湾で変なことでもやらかしたらですね、経済制裁を受けると食料が入ってこなくなるかもしれないと、そういうふうに考えてるんですよ。まあロシアと仲がいい限りはね、かなりそれは問題ないと思うんですけど、そのカロリーだけを考えてみればね、だからねあれなんですよ、ものすごくその危機感を持ってるんで、世界中に食料が輸入しやすいような状況を作ろうとしてて、まあ多分これもですね、トウモロコシ工場ですか、加工工場、ように勝ったということは、まあそういった流れの一つかもしれません。まあそこに共産党が絡んでるかどうかは知りませんけどね、そんな詳しくは分かりませんけどもでもそうやってどんどんですね、アメリカでも土地を買ってるでしょうね。で、我々無防備ですからね、その基本その金を払ってもらえば日本の不動産が誰でも買えますからね、国籍条項なんか一切ないんで、ほんでアメリカも州によるようですけども、おおむね大丈夫なんですね、買えますね。なんで、買っていくでしょうけども、ただ中国自体今昔ほどねドルが余ってないんですよ。だから今後もその爆買いが続くかというとですね、そんなにそのこうたくさんは続かないんではないでしょうかね。むしろ日本なんかではですね、タワマンとかたくさん買うてはるんですけど、売りに回るんちゃいますかね。そのうち売りに回ったらもうすぐ日本のマンションも下がると私は思ってるんで、下がり始めたら中国人って一斉に売りますからね、ちょっとやばいことに、なる可能性があるんではないでしょうかね。あの人たち、なんて言いますか、金融資産として日本のタワマン買うてますからね、で値上がりするはずなんですよ、彼らの頭の中では。ところがまあ値上がりは少ししてますけども、そんな上海や深圳の昔みたいにね、5倍10倍当たり前みたいな、ね、日本ではそんなことならないでしょ。この10年かかって、ね、やっとね港区で2倍だったかなって感じなんですよ。まあ彼らからするとぬるいわけですね。で維持費かかりますからね、
だからいつかは日本のマンションも売りに回られるんちゃうかなという気はいたしますね。まあこの記事だけ見てるとそんな気にせんでええやんというふうには思いますけど、アメリカ人はものすごい今だこういうですねチャイニーズの動きに対してナーバスになっていますね。こういう動きが今後もですね、中国が方針を変えない限りはですね、世界で嫌われても構わへんねんみたいな、あの方針を変えない限りはアメリカ人のこの感覚はなかなか拭えないんではないかなと思います。一応産経新聞貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。